リップバイム・ウィンクルを舞台で演じるアメリカ人俳優ジョゼフ・ジェファーソンと子役たち。これは1909年という極めて古い時代のポートレートである。サイレント映画、キッドにおけるチャールズ・チャップリンと子役、ジャッキー・クーガン・クーガンはこの作品で子役の黎明期を代表するスターとなった。撮影時は5から6歳。 子役としての活動期間は1917年から1933年まで。ハリウッド女優、シャーリー・テンプルの子役時代幼児だけが登場する、アメリカ製白黒短編映画、ベビー・バーレスクシリーズの一作、グラッド・ラグズ・トリッチズの一場面で、撮影時は4から5歳であった。子役としての活動期間は1931年から1947年まで。 双子の子役毛布ツインズビリーボビー毛布。撮影は1930年代後期後半。主な活動期間は1937年から1943年まで。日本人俳優、片山昭彦の子役時代、1941年、昭和16年以前の撮影。ロシア人女優エカテリーナスターズホアの子役時代の、報道写真子役は、演劇や、 演劇的映像作品における子供の役のこと。また、それを演じる子供をも指す。子供のイメージモデル全般も含むとする捉え方もある。英語では、男女を区別して、チャイルドアクター、チャイルドアクトレスと言い,い、日本語でもこれらを音社した外来語、チャイルドアクター、チャイルドアクトレスが通用する。また、ティーンエイジの子役に対して、英語では、ティーンアクター、 ティーンアクトレスも用いられる。フランス語では、英単語との根詞語で、アンファンスターという。中国語では、同性という。ここでは、日本伝統芸能において、子役に相当する配役とその演者について解説する。脳では、少年が扮する役、及び、それを演じる少年を、小型というが、これとは大きく意味の異なる、もう一つの語義として、本来は、 大人が演じるべき大人の役を、あえて少年に務めさせるその役、及び、それを演じる少年をも、同じく、小型という。演劇や、映画などの分野における、小役と同じと言えるのは、前者のみであり、後者は脳に、固有の演出法である。小型は、して方から出るものと決まっており、後者は、 して方を際立たせるための演出法として始まったとも、室町時代の稚子愛好趣味に由来するとも、考えられている。前者の例としては、餅月の花若、鵜藤の茅与道、烏星織や、倉間天狗の牛若丸、関寺小町の稚子などがある。後者の例としては、畑と、船、弁慶の源の義経、花畳の王と王子と、総志洗い小町の天皇。 大仏供養の源の頼朝、小尊の生午前などがある。狂言では、少年が扮する役、及び、それを演じる少年を、小型と言い,い、小型の出る者が、少数ながらある。歌舞伎では、大抵の場合、役者の子が、小役として、初舞台を踏む。小役が成長して、もっぱら小役を務めている間は、若手方と呼ばれ、 これは配役上結果的の美少年役を意味する。子役は、生じては、立役と仇役、もしくは、娘方のいずれかを務めることになる。なお、娘方は、若女方へと変わって行き、娘方は、若女方の役柄の一つという位置づけになる。歌舞伎の子役には地位による差別はなく、出勤は、演目の都合によって決められ、休勤は、 演じるごとに、包み金という形で渡される。歌舞伎の場合、寺子屋こと、菅原伝授手習い館の小太郎、キャラ仙台萩の仙末、銃のイコは彼の三吉など、舞台の出来を左右する大役に小役を配した演目も、ある。2001年に、文化芸術振興基本法が制定されたことに、伴い、演劇界は、この規制緩和に、積極的に働きかけている。 各演劇工業会社が文化庁長官に要望書を提出したり、2003年6月3日には、神奈川県横浜市と日本演劇工業協会が構造改革特別区域の一つとして22時まで延長する子役特区を提案した。河野池吉忠特命担当大臣がモーニング娘特区と名付けて実施を目指していたが、坂口力厚生労働大臣は、 義務教育を受けるためにも限界があると慎重な姿勢を示していた。内閣府で行われた同年9月3日の会談で、坂口厚労省が21時まで認めると述べ、2004年11月16日の労働政策審議会に対する答申にて、2005年1月1日より全国的に演劇などへの13歳未満の子役の出演が、 従来の20時までから21時までに延長されることになった。この議論においても、テレビの収録などはこの範囲ではないとの発言もあり、子役や演劇という言葉の示す範囲の曖昧さが指摘されている。21時までの出演が可能となってからも、世界各国の子役事情と比較し、緩和が十分とは言えず、2007年12月4日、日本演劇工業協会より、 子役出演時間延長の要望書が首相官邸に提出されている。2008年4月7日、日本外国特派員協会において、児童俳優の舞台時間延長問題を考えるパネルが開かれ、子供の教育を受ける権利や、児童の福祉を考慮した上での舞台子役の育成と保護について論じられた。2017年には、ワウワウのテレビドラマにおいて、 ワウワウの意向でハードワークを課せられた制作人が深夜3時から始まる撮影に当時6歳の子役稲垣くるみを借り出した上リテイクなどによる徹夜を含む14時間もの撮影を強要したこの案件は週刊文春が3月1日にウェブサイト版文春オンラインで明くる2日に本市で取り上げ関係者もその事実を認めたと報じられた 少女向け雑誌の表紙は1960年代の半ばまでは少女子役の写真であり、それ以後は少女モデルの写真になり、漫画雑誌の表紙が定番になるのはさらに後のことである。人気を得た子役は、幼少時代にサラリーマンを大きく上回る収入を得るため、一般的な金銭感覚を身につけることができず、社会生活に苦労することも多く、 家族と金銭関係のトラブル問題に発展することもある。子役の進路はそのまま芸能活動を続けるもの学業に専念するために一時的に休業後芸能界に復帰したもの完全に芸能界から引退したものと様々であるが、成功経験を忘れられず、身を持ち崩してしまい、西川和隆やリバーフェニックスのように悲惨な末路をたどった人物も存在する。 前述の過重労働問題も含め、子役に対しても適切なポジションや作品の配分が必要とされている。編集者の方へ、この項目での人名は誕生日順で並んでいます。議論はノートで。編集者の方へ、リストに追加する際は、記事が存在する人物のみにしてください。また、記事が削除となって赤リンクになった際には名前を除去してください。 説明は、ノートに記してあります。1950年代生まれ1960年代、生まれ1970年代生まれ1980年代、生まれ1990年代,生ま,19年代生まれ2000年代生まれ2010年代、生まれ2010年代,生ま,れ20年代生まれハリウッド女優、シャーリー・テンプルの子役時代、1939年生、アメリカ映画、テンプルちゃんの小公女の一場面で、 撮影時は10から11歳であった。アメリカの大手のタレントエージェンシーには専門の子役部門が設置されている場合がある。アメリカでは18歳未満の役者を起用する場合は各州で定められた労働局規定に従う必要がある。1日あたりの就労時間、食事時間や勉強時間、休み時間などは年齢に応じて定められている。撮影現場では 州から認定を受けたスタジオティーチャーを雇い、その教師が子供に対する待遇、勉強時間や休憩時間の遵守について監視する役目を担う。18歳未満の役者を起用する場合、未成年の役者は、学校からの最新の成績表や学校からの許可を証明する書類を州の労働局に提出し、 仕事に就く日までにエンターテインメント用労働許可書を取得しなければならない。未成年者を雇う制作会社側も労働局の未成年者雇用の許可を取得し雇用保険も用意しなければならない。アメリカ合衆国では州によって差はあるものの映画産業の盛んな州でも撮影現場にいることのできる時間に制限が設けられているケースが多い。 そのことへの対応策として、一つの役に双子を交代で起用するなどの方法も用いられている。なお、カリフォルニア州など多くの州では、18歳未満の子役は、空眼アカウントという銀行口座を持っていなればならず、報酬総額の15%がその口座に直接送金され成人するまで保護されるシステムになっている。編集者の方へ、この項目での人名は、 誕生日順で並んでいます。議論はノートで。編集者の方へリストに追加する際は記事が存在する人物のみにしてください。また、記事が削除となって赤リンクになった際には名前を除去してください。説明はノートに記してあります。 1900から1940年代生まれ、1960年代生まれ、1970年代生まれ、1980年代生まれ、閲覧者へ、1900から1940年代生まれなどと表示されている帯の内部にある文に注釈がかかっている場合、帯を開いておかないと、注釈説からリンクされた書定に位置へ飛ぼうとしても飛べません。 閉じたままではリンクが機能しません。2020年現在の状況としましては、1900から1940年代生まれのみがその問題を抱えており、注釈の3.45が機能しません。ありがとうございます。